話を聞くのもするのも好きなんで、 M1 でなんで出たいって、優勝したいって、 M1 で優勝したいからだけ、本当マジで。でも俺はどっちかって言ったら、俺のこと俺が一番分かってると思ってるタイプなんで、一回思い出してほしいって。芸人なんてカスばっかりなのよ。あ、すいません。どうぞ。ありがとうございます。ちっちゃい生ビールください。未宿ですね。未宿に来ることなんてここに来る以外の目的でないんですけど、地元の先輩がやってる店なんで、ここがたまに来させてもらってます。ここはね、なんでしょう、普段会わないタイプのテキーラをこうやって持つ人たちが集まる店ですね。ここは普段はそんな飲み方しないですけど、そのここのお店やって地元の先輩がそういう飲み方が大好きな人なんで、付き合わされますね。それにテキーラとかシャンパンとかは本当に一生分飲んだんで、キャバクラの時に本当に一生分だから、わざわざそのプライベートで飲みたいとはやっぱ思わないで、うまいんでしょうけど、ちゃんと飲んだら。お酒に関する三分、ビールで喉開けて焼酎で洗ってセブンスターで蓋をする。やっぱその生ビールを最初やっぱ入れないと喉が開かないんで、やっぱ生ビールで喉開けて一回開いて、でこのこっからこの辺までをもう焼酎でジャブジャブ洗って、口の中を最後タバコの味にして蓋をするっていう、これの繰り返しです一晩中。ちょっと最後に来てもらってる人たちがいるんで、呼んでもいいですか。来ましたね。お疲れ様です。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。モロハのお二人ですね。こんにちは。こんにちは。ちょっとじゃあそっちで飲みましょう。はい、はい、お疲れです。はい、いただきます。お疲れ様です。お疲れ様です。いいないいな。モロハさんは結構今アーティストさんの中でもだいぶ芸人と絡んでくれてる人たちで、去年か一昨年か、一昨年とかはいろんな芸人とツーマンライブを10ヶ月連続とかでやって、そのうちの一組で僕らもやらせてもらって、まあ、その前から一発目が何かが俺思い出せないんだけど、モロハさん出会い、出会いがなんだっけ、何だったっけ、あれ何だったのかが、あ、俺は多分ね単独見に行ってるよ。え、
あ、俺らの？そう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 。ああ、そうか、共通の、畑中が共通の知り合いがいて、そうそういて、そうで、その共通の知り合いと俺は一緒に見に行って、うん、で終わった後楽屋挨拶みたいな。でその時ほら、あの伊藤沙莉さんもゲストで出られてたから、沙莉が長尺コントに、そう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 、はい、出ててね、その回、うん、じゃあ本当に4年前ぐらいか、3、4年前ぐらいだね、多分、うん、野心家ですね。野心家、野心家、なんか現状に満足せず、なんかあの上をずっと目指しているっていう印象。とにかくお金が欲しいからね。うん、ってことを、こういうことを言うよね、本当にね。ないんだもん、今だって飲みすぎてお金が。本当にないのよ。うん、でもこれ以上稼いだって、また使う額が増えていくだけでしょ。そう、うん、意味ないんだよな。うん、いやだから、その、もういない、あんまり、その芸人さんでもアーティストさんでもいないでしょ、今、うん、そういう。ハングリーな人。ハングリーというか、その、なんか、どっちかって言ったら飯を食えて好きなことをずっとやれたらいいって、うん、でそれが全く悪いことだとは思わないんだけど、でもなんかめっちゃ浮くなと思って、その下品だな俺ってってめっちゃ思うんです。あ、そっか、なんか確かにね、あの芸事やってる人が金について言及することをね、タブーとしているって感じもちょっとあるよね。アーティストの方がどっちかって言ったら言いにくい気がする。なんかでもめっちゃむき出しでしょ、モロハって。まあでもラッパーってね、メイクマネーとかって言うからね。ただ俺らマネーじゃなくてやっぱお金っていうよね。なんかそこの生々しさあるよね。ラフちゃんね、ずるいんですよ。カラオケに行くとモロハの曲を歌ってくれるんですよ。で裸足で歌うんですよ。で坊主でしょ、でこの雰囲気でしょ。バーって飲みながらその姿を見てると、絶対に稼いでるんですよ、モロハって今。絶対に稼いでるのに、その姿見てるとこんなやつ金あるわけねえなと思って、で出しちゃうの。これ騙されんだよな、毎回毎回騙されんのよ。だって今イケイケでしょ、モロハも。いやいや、周り見たらやっぱ同世代のバンドとかはもうどんどんテレビ出てたりとか、まあ、テレビが全てじゃないけど、うん、もっと稼いでる人たちたくさんいますよ。だそういうの見るとやっぱ悔しいというか、うん、そう、お金の面ではね。芸人さんはでもやっぱり横とか育てとかのつながりでさ、うん、なんか持ちつ持たれつというか、一緒に笑いを作るみたいなさ、うん、ワンマンっていう形が俺らは最終的な、なんていうの、ゴールみたいなところはちょっとあるからね。だフェスとかが近いかもしれないね、俺らは。とはいえフェスもさ、言ったら持ち時間は俺たちだけでやるじゃない。まあ確かに確かに。やっぱでも M1 とかでさ、自分たちはまあ敗退しました。でもテレビでさ、こう友達が活躍してるのをさ、一生懸命こうやって応援してるじゃん。よくそのドキュメントとかで追ってるやつとか見ると、ああいうの見ると、いやすごいなと思う。多分あの感じはないもんね、俺らね。ないね。どっちかっていうと蹴落とし文化というか。あ、いやでもそれができるようになるまではめっちゃ時間かかったけど、個人的には M1 さんに出ればとりあえず飯は食えるようになると思ってたから、うん、で飯が今少なくとも飯は食えるようになってるとってなった時に、なんで M1 出るって、これムカつくから以外いないんですよ、うんうん、別にお金がどうとか、テレビにもっと出たいから、これはもうテレビはテレビで頑張るし、お金はそっちで頑張るしって、 M1 でなんで出たいって、優勝したいって、 M1 で優勝したいからだけだ、本当マジ。なるほど、ね、そう、こういうテンションで喋ってる今この状況、これが後々この熱い話みたいな感じになってるのが、何ヶ月か越し、何年か越しにいじられるのが一番恥ずかしい。好きなんだよね俺、やっぱこういう話聞くのが。いやわかる。でもそのやっぱそういう時代にめっちゃなりすぎてるというか、で M1 もさ、言ったらその国民的行事になりすぎてる感じもするの、うんうん、M1 に出たっていうだけで批判とかじゃ全くないんだけど、でもあまりにもかっこいいものになりすぎてるなとはちょっと、うん、人間ドラマになったからね、うん、でもこれまた逆説的に、うん、その
なんかお笑いなんてそんなかっこいいもんじゃないんだと、うん、もうみんなに指さしてその見下されてるぐらいのものなんだって言ってるその人もかっこよくなっちゃったんだよね結局。そう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 、そう。でもそれで好感度がね、芸人の好感度が上がっていいことって俺そんなないと思うの。広告の仕事が増えるぐらいだと思ったらいいことって多分、うん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 、本当に俺がどうとかじゃないんだけど冷静に今吉本もいろんなことがあるけど、うんうん、一回思い出してほしいって。芸人なんてカスばっかりなのよ、うんうん、そうだね、そう思い出してって、うん、もう社会で働けないから芸人になってんのみんな、うんうん、そんなにそのいいフィルターで見ないでって、うん、でもそうなってくるとやっぱりさそのまともな人間ですっていう顔して受ける宣伝とか広告 CM の仕事さ、うん、やっぱ本当は断った方がいいんだろうね本当は ね, ねそう昔福本豊さんがね断ったんだよね。分かるよ分かるんだけどやっぱりもうさやっぱお金に目がお金がね結局そうなのよそうなのよだし、まあ、喜んでくれる人もいるし、うん、そうだねそうそうそうやっぱ CM、うんそうなんだよね。難しいよね。そうだよね。うん、これが全てではないからね。もちろんあれなんだけどって。そうそう。一旦書かせていただいて。一旦書かせていただくよじゃん。はい、仲間とは仲間とは結婚式行かずに葬式に行ける関係ですね。これでも母ちゃんに昔言われてて、うん、結婚式なんてもうめでたいんだから別にみんな祝うんだからって、で葬式は絶対行けって、結婚式行けなくてもいいからって、めでたい方はどうせみんな祝ってくれるからその悲しい方だけ絶対言ってあげなさいよみたいな言ってたの。またデジタルタトゥーだよなでもあのいい言葉だねすごく、うんうん、あの俺これ UK から習ったんだけど、うん、あの誕生日の日に例えば好きな子とかに、うん、おめでとうとか LINE で送るんじゃなくて、うん、1日遅らせてで、うん、昨日はたくさん祝ってもらっただろうから、うん、あの忘れてたわけじゃないんだよと、うん、誕生日っていうのはその新たな年齢に自覚が芽生えた日、うん、つまり誕生日明けて一晩寝て起きての今日だと、うん、そんな何でもないけれど特別な日をおめでとうって送るんだっていう話を最近俺 UK から、うん、そうそうそう言ってるね、やっぱ、うん、それやっぱアフちゃんはそのリリック兼オナニー担当としておいちょ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 い俺にもタトゥー掘ろうとするんじゃないよ誰がオナタンだよモロハのなんて言えばいいんだろうなこの感じ。めっちゃ面白い映画見た後にその映画に出てた俳優がバラエティー出てたらちょっと冷めるでしょ、なんかその感じというか、その普段芸人で やってて結婚式より葬式にとか言うんだこの人ってなるでしょ。でも俺はどっちかって言ったら俺のこと俺が一番分かってると思ってるタイプなんで、新たな発見っていうよりはあやっぱ俺こうだなっていう感じでしたね。どっちかって言ったら良くも悪くも良くないぞ俺っていうとこもありましたし、ナイスだぞ俺っていうとこもありましたから、そういう意味では、はい、でそっちの方に導いてくるでしょあなたたち恥ずかしいは恥ずかしいですね。だから